ロレイン、戦況はどうなっている？王国軍は一時的に帝国軍を押していたそうですが、帝国軍はテガリア軍港から一度東の海上へ撤退し、そのままカイロを北上、ノルダ付近にて再上陸を開始しました。ノルダ？あの周辺は険しい山脈地帯、行軍は不可能だ。ですが帝国は上陸し山脈を越えてきているそうです。どのような方法を使ったのか分かりませんが、今はノルダ山脈の中腹に陣を展開し南方への進軍を開始しました。その動きを察知したイベルカ王子が自身の精鋭8000の兵を動かし、ノルダ山脈の麓で迎撃をしております。王国軍が数で勝るものの、帝国の兵器と統制の取れた軍勢に押されているとのことです。イベルカ隊は王国随一の部隊ではあるので、地の利を生かせば勝機はあると思いますが。が？何か気になることでも？帝国軍の増援が再び軍港へ近づいてきていると石膏から報告を受けております。今軍港に残っているのは少数の万兵と傭兵のみ。帝国の正規軍に迫られればひとたまりもないかと。軍港が落とされればイベルカ隊の背後をつけるわね。そうなればなすすべなく蹴散らされて終わり。最初からそれが狙いだったんだろう。そうでなければこの手際の良さは説明がつかない。帝国への増援は俺たちで何とかするしかない。ウィリアム様よりそういった指示は出ておりません。ブルーフォックスへの指示は待機です。今は現場の判断が優先されるべきだ。このままではイベルカ様の命運は尽きてしまう。我々が増援部隊を撃退できたとしてもイベルカ隊が勝てるかは分からないがね。イベルカ様を信じて俺たちは俺たちのやるべきことをやるだけだ。行くぞ。帝国は港に兵を集めているようだね。奴らの目的はこの防衛ラインの突破だが、それだけは絶対必須だ。おそらく防衛作戦を強いられるが、戦力的に見ればこちらが数の差で劣る。すでに設置してある設備を利用して地の利を生かすのが得策だろう。守っているだけじゃダメよ。ちゃんと攻めなくちゃ。安心して。死にそうになったら私が回復してあげるわ。
機。勝機を逃すな。万歳。任せてくれ。出た撃破。こちらは順調だ。了解。対象撃破。ヒーロー。万歳。次だ。了解。対象撃破。万歳。このままでは。任せてくれ。柄じゃないけどね。任せてくれ。敵部隊撃破。万歳。このままでは、このままでは。ヒーロー。帝国。万歳。次だ。了解。了解。速やかに行く。はいはい、今行く。了解。勝機を逃すな。万歳。新手の揚陸艇から敵兵が続々と出てきたぞ。次から次へと。笑えるわね。こういう時は頼もしく感じるよ。そうだな、行くぞ。了解。了解。速やかに向かう。了解。ヒーロー。了解。これは何だ。任せてくれ。とっとと来てみる。帝国万歳。了解。敵部隊撃破。万歳。勝機を逃すな。了解。部隊撃破。万歳。了解。城壁が破壊された。あの空を舞う黒い影は。ブルーフォックス、次の目標はあの航空機兵だ。一機も漏らさず撃ち落とすんだ。
速やかに向かう。旅行の手段ヒーロー柄じゃないけどね。速やかに向かう。ヒーロー勝機を逃すな。万歳。心得た。また一つ腕が上がったな。帝国軍の第一次侵攻作戦はブルーフォックスという無名の傭兵団によって増援部隊の軍港上陸を阻止された結果、戦況は王国側へと大きく傾いた。一方その頃、軍港の北方ではイベルカ将軍とゼーバティアン将軍が激しくぶつかり合っていた。勇猛に打ちかかるイベルカと冷静に受け流し反撃するゼーバティアン、一進一退の攻防は続いたが、ゼーバティアンの放った銃弾がイベルカの胸を貫き王国の希望を砕いた。その直後、ゼーバティアン隊は将を失い混乱するイベルカ隊を撃破しつつ全軍で南下を始めた。その砲は直後に王国軍全体に行き渡る。すぐさま王国軍はイーストフィールドからの撤退を決めて全軍に号令を出した。軍港で勝利を収めていたブルーフォックスもまたその指示に従うことを余儀なくされる。かくしてオルティナ王国軍は帝国軍に敗れ去った。テガリア軍港を制圧した帝国軍はそれ以上の進攻を進めようとはせず、その場にとどまったが、数百年にわたり他国に侵されたことのなかったディオフィールドの地が侵略されたという一方、加えて皇太子であったイベルカが死去したという訃報に王国民は絶望に打ちひしがれ、心の拠り所であるグランベル聖教へと傾倒していくのであった。レヴァンティア・シェーファムとの出会いは鮮烈だった。
彼のもとに侍従として配置されたその日、彼は自らの足で降りてきて自己紹介を始めた。幼さの陰に隠れぬ英知と穏やかな笑みを浮かべて、ある日ネバンティア・シェイファムはナガルト王の配下であったレスター家へと向かうことになった。それも秘密裏に。彼の周辺からは慌ただしさの中に不穏な空気が混じるようになっていた。そんな心配はどこ吹く風のレバンティアは、彼と自分を乗せる馬車の中で微笑みながらいつも通りに話しかける。困ったような表情だと思ったのだろうか、彼は自分を見て嬉しそうに笑った。馬車が止まると素早く先に降りて扉を開けた。レバンティアが穏やかに馬車を降りると、館の扉が勢いよく開いた。そこには一人の少年がいた。いかにも快活そうな顔に好奇心あふれる眼差しを向けて、駆け寄ってくる彼を見てレバンティアが自己紹介を始めた。底抜けに明るい声からは邪気などあろうはずもなく、自身の体から自然と力が抜けていくのを感じた。すでに打ち解け始めた二人はこちらを振り返って声をかけてくる。その時の気持ちを未だに説明することはできない。配当栄光。帝国軍はテガリア軍港を掌握した後、そこからさらなる侵略を続ける様子はなかったが、島の一部を奪われたことに恐怖を感じる王国民は、心の拠り所として信仰に救いを求めていった。国民の多くが入信しているグランベル聖教は敗戦後、さまざまな活動を精力的に実践していたが、その活動の一環としてウェストフィールドの孤児の救援を発表した。不毛の地バレディン玄海区で天変地異が発生し、取り残された孤児たちを救援するというものだ。ブルーフォックスはその救援活動を支援するようにと指令を受けた。ねえねえ。だろうな。だからこそだ。そうだね。よし。ありがとうね。